やっちゃうよ、うん、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場やっていくんですけど、ペッカ工場の、まあ、基礎的なね、部分を解説していこうかなと思います。ということでですね、今日は生マルチとか、そういう感じではなく、まあ、グラチャルをやるんですけど、まあ、こういう感じのがあるよっていうのを最初に、説明してからね、潜りたいなと思います。で、今日は、まあ、工場の通し方ですね、なんですけど、それに関して解説していこうかなと思ってて、ペッカ工場、俺最近その、マジアチャ型をね、使ってたんですけど、ガゴのところをマジアチャにして、ザップのところをね、雪玉にしてたんですけど、結局、そのマルチで上の方で使ってる人がみんなガゴ型使ってるんで、まあ、結局ガゴが一番強いんだなっていう感じでガゴにしました。で、工場の通し方なんですけど、俺的には3つあるかなって思ってまして、まあ、1つはですね、なんだろう。まあ、単純に施設とかないときに逆サイに攻めるですね。まあ、逆サイで通すっていう感じの、通し方があって、まあ、まあ、2個目もね、これ似てるんですけど、まあ、1つ目はね、逆サイに通すっていう通し方で、まあ、エリクサーとかはあるけど、その受けるカードがない。例えば、メガゴとかね、ベビドラとかしかなくて、工場を完封できないような相手の、まあ、手札のときに逆サイにね、投げるみたいな。まあ、これが難しいんですけど、例えばなんですけど、その工場を、止めれるカードだけをね、覚えておいて、まあ、例えば、まあ、施設もそうだし、まあ、エレキとか、そう、あとは、まあ、ミニペッカとかね、まあ、そういうプリンスとか、工場に強いカードだけをとりあえず覚えておいて、そいつが、出たなって思ってもうないなって時に逆サイ投げると刺さるみたいなね、まあ、そういうのがありますね。ということで、まず一つは逆サイ工場で投げる。で、二つ目はね、施設がない相手に対して、ペッカの後ろにつけてゴリ押すっていうのがあって、あ、そうだ、二つ目ですよ。さっき似てるって言ったわ。二つ目はね、こっちじゃなくて、まあ、相手のエリクサーがない時に単純に投げるっていう感じですね。で、まあ、それも、ちょっとね、難しいんですけど、なんだろう、まあ、相手が攻めすぎた時に、まあ、例えばですけど、相手が、まあ、なんだろうな、ホグを出して、ポイズンを出すとか、8エリーとかのね、まあ、工場を出してポイズンを出すとか、攻めプラスの攻撃呪文を打った時とかに、ペッカとか、エリキとかでね、うまく完封した時に、カウンターでね、そのサイドに、まあ、例えば、前にユーノをつけたりだとか、まあ、エリキの前にペッカをつけたりだとか、それか、そのなんだろう、ホグプラスポイズンを、まあね、ペッカで守った時とかね、まあ、そういうのを、なんだろう、まあ、相手が攻めすぎたところをカウンターをして、で、そのペッカに、そのエリクサー使ってる間に逆サイ単体工場を飛ばすみたいなね。とか、あとはね、ペッカの後ろに工場をつけたりとか、まあ、そういうのがあるんですけどね。まあ、とりあえずね、やっていこうかなと思います。で、ペッカの後ろに工場をつけるんですけど、これは、相手の、施設がない時に、ペッカの後ろに工場をつけると基本的には入ります。ただ、エリクサー有利を取ってない時にそれをやると、工場の外因は入るんですけど、カウンターを食らって負けるっていうのがあるんですね。なんで、基本的には、2倍タイムの時に、あ、これいいか、無視で。2倍タイムの時に、ポイズンが打てる状態でやれるのが多いですね。うわーだー、これあれだ。あれだ。これあれだ。あー。これあれだ。あれのやつだ。これもう、クロス。クロスは、マジで、俺がもう、ペッカ工場史上一番きついと思ってます、勝手に。勝手にね。マジでさ、嫌なんだって、本当に。5来るかな、エイムがいい人だったら5来るな、これ。オッケー。これでザップでとりあえずタワーの竹をね、変えてあげて、はぁー。そう。で、上手い人の、そのなんか、俺もう、そのなんか、やばい、ちょっとどうしよう、これ。マジでさ、ゴースト出して、で、クロスには2倍入るまでは、端前ペッカでいいんですよね。今、射程が伸びて、なんだろう、クロス延命をしにくくなったんでね。うわ、また、よいしょ。いや、マジでさ、やだな。これさ、飛ぶんだよな、マジで。あー、これやばい、マジで。あー、終わった、マジで。もう、マジでやだ。マジでやなんだけど、これ。これさ、どうせ5来るじゃん？あー、来ない。来ないパー、ですよね。なんで、ワンチャンもう、これに、ガゴつけるな、当然っていうか。お、これいいや、ポイズン打って、まあ、そうだな。5打ったとてなんだよな。いや、ガゴつけてもさ、何でも守られるんですよね。テスラでもアーチャーでも、アイスピーでもアイゴレでも守られるから。
マジでやだなこれ。ちゃんとジュエリで結合層する。でこれで逆サイ来てもハシマイペッカでね2倍までは抑えられるんですよ。平和に平和にいけるんですよ。2倍までは。逆にね、よいしょ、とりあえず攻めのケツペッカー行こう。まあ今とりあえずね、やばい、マジでどうしよう。これさ、これとりあえずでもエレキってファイボとウッドをどっちも打たないとね消せないんですよね。そうなんで、よいしょ、とりあえずこれでエレキプラス何かの形をね、もう必死に、これもうクロスの守り方っすね、割と。はい。はい、って感じで、こっちに工場をつけます。で、うわー、やーだー、これやだ、頼む、殴って、ぬっ、あー、わー。で、とりあえずこれガゴセパして、で、ファイボーが相手持ってるんで、またこれケツエレキですね。で、これさ、俺もっとさ、ちゃんと解説したかったんだけど、クロスに関してはね、ちょっと違うんすよね、マジで。オッケーオッケー。これは、ハシマイペッカ。クロスに関しては、こうやって適当にエレキとかユーノとかで手札を回して、ハシマイペッカっていうのが基本ですね。で、はい。あー、なるほど。で、これで、まあ、とりあえず、ユーノ、てかゴーストを、アーチャーに当ててあげて、鉄工場とかね、またこうやってあのコスト軽い系で手札を回します。回して、はい、でこれでまた多分テスラが来るんで、よいしょ、ガインが当てられればねいいんですけど、全然 OK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 。 これめっちゃいい。こうやってあの相手がねめちゃくちゃあの施設とかそのスケとかねアイスピとかいっぱい出したところで、うわー、そういう感じか、なるほどね。ケツペッカをすると、アドを取った時にね、ケツペッカって、まあ、ケツジャイとかケツゴリに似てるんですけど、これに関しては。もう単純に形を作りたいから、これはもう本当に、ジャイとかと同じですね、ケツペッカは。いや、マジでさ、これさ、ひどいんだよな、本当に。いい、暴れろ。オッケーオッケー。オッケー、一発。オッケー、オッケー、めっちゃいい。で、これケツペッカーですね。もう一回。今、これ、多分4ぐらい、エリクサーで、またゴーストがね、走っていって、ゴーストの逆サイにペッカーを出すと、基本的にクロスって、逆サイに置きたいんですけど、ゴーストがね、ここら辺にいると出せないんですよね。そう。で、もう一回ここで焦ってくるので、はい。で、こっちに、どっちかにファイブを打ちたいから、エレキとガゴは基本的には散らした方がいいです。いや、頼む、いや、オッケー、どっちか入る、来た、やった、ありがとうと、俺を言っていきましょう。まあ、ちょっとね、すいません、今回に関しては、あんまり、手札の切り方とかをね、解説できなかったんですけど、クロスはね、マジできついんですよ、そう。だから、射程が長くなったのが、まあ、唯一救いで、今まではね、結構、クロス立てられた時に、ペッカを、自陣のね、後ろで受けて、こうやって歩いてる間にエリクサを貯めるみたいなね、そういう受け方をしてたんですけど、もう射程が長くなって、相手がそのクロスとペッカの間に、スケとかアイゴレをね、挟むのが難しくなったんですよね。そうだから、特にアイゴレとか、今まではギリギリ相手の陣地に入ってから、アイゴレを出して、その、なんだろう、相手のアーチャータワーの攻撃と、プラス、その、なんだろう、アイゴレの爆破とかをね、ペッカに入れてたんですけど、ペッカを自陣に入れちゃうと、ペッカの射程的にもうクロスを殴っちゃうんで、そこら辺のね、延命がね、ちょっと相手からしたらしにくくなったんで、もう、8枚ペッカして、スケにザップ構えるだけみたいな感じですね。割とちょっと、もしかしたらちょっとね、クロスに勝ちやすくなったのかなと思うんですけど、本当はね、俺相手がその、ゴレとか、ラバとか、そういうところでね、解説したいんですけどね。なかなか。そう、工場の通し方をね、解説したいんですけど、で、もう一個あるのが、ケツ工場をしてね、施設を咲かせて、逆サイに、2周目の工場を8枚に出して、っていうのもありますね。そうなんですけどね、やばい、もうちょっとねちゃんと解説したいんですけどクロスはマジ違うんだよな。もう世界一工場が通らないデッキなんで、てかマッチングしないっていうね、やばい、全然マッチングしない、マジでさ、これやばいんだって。本当になんかラットとか焼き鳥もさ切れてたんだけど、これマッチングしないとマジ結構事故なんだよな。ちょっと待って、一回やります。頼むからマッチングしてくれ。逆に上すぎた今回グラチャレ。いやもう前回さ1とかでやったらさ参考になんねえって苦情めっちゃ来たから、しゃあなしやなと思って結構上げてやったんだけど、そしたらマッチングしないっていうね。どうすんのこれ。え、もずもちよぼくね。待ってマルチ行きます。ほんならマルチ行きます。俺あと20秒でマッチングしなかったらマルチ行きます。起きた。
来ましたね。ちょっと名前強そう。で、基本的には、ケツ工場は相手が分かるまではしなくて、ゴースト、ケツゴースト、ザップユーノが、基本的にはいいですね。そう。で、ハシマイユーノとかハシマイゴーストじゃダメなのって思う人いると思うんですけど、そこはね、相手がトルネード持ってると簡単にキング起動されちゃうんで、ってか、またクロス臭くね。これさ、26でもさ、これさ、よくねえんだな、マジで。26でも、クロスでも、あ？バルーンだ。オッケー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 。なら許す、なら許す。なら許す。なら許す、なら許す。バルーンにはね、相性はいいんで、さすがに勝てるんじゃないかなという、フラグを立てつつ、はいはいはい。いいよ。いや、これあれだわ。バルーンじゃなくて、スケだから、シゲコウモリってことはホグだな。クエイクホグ。なんで、ミニペとアイゴレとホグとクエイクがあるんで、まあ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 。ペッカを構えて、この辺左手で構えて、右手で出すって、これおすすめです。はい。全然来ない。これ多分ミニペで両方受けられるんで、多分ね。え？マジ？あ、待って。これ待ってよ。待ってよ。バルーンか、やっぱ。いけいけ倒せや。で、隠れろ、隠れろ、隠れろ。なんで？え？これ待って。あ、これあれだ。バルーンか。バルーンだ、バルーンだ。なんかあった気がする、こんなバルーン。だって、ってことは、対空切りすぎると死ぬんで、待てよ。アイゴレでしょ？はいはいはい。待って。アイゴレがあるときは、ハシマイペッカは絶対ダメなんですよね。で、こうやって高回転の建物が相手だと、基本的には、工場の通し方っていうのは、そのなんか、ユーノとか、ゴーストに、建物を咲かせてから、工場を、その、ない状態で工場を出すっていうのはね、基本的な出し方なんですけど、ここに雪玉打てない。もう雪玉打てないです、あなた。はい。打ちますね。なるほどね。はい、ザップ。いやー、ダメ！ダメ！あー、だるいだるいだるい。え、待って、近くね、それは。これ雪玉でさ、いや、マジでさ、よくねえんだな、それ。ほんとに。これさ、ゴボリで全部守られんだよね。なー、マジでさ、いやー、マジかよ、もう。ここで2倍になるかっていうタイミングで2倍になったな。いやー、マジか。これもうさ、こうやってアド取られたら、アドっていうか、なんだろう、タワーアド。タワーダメージアドを取られたら、ケツペッカしかないんですけど、ちょっと時間が足りないですね、という感じで、これディガーとか飛ばされるんだよな、結局。ペッカ後ろに下げられると、いやー、マジかー、これ。なー、負けたー。ちょ、待って、これさクロスに勝ったのに、なんでなん？なんでそうなるの？あはー、名前強そうだったから、ちょっと強かったわ。やばい。待って、俺もっと解説したかったのに。まあ、ちょっと待ってください。落ち着いてください、皆さん。ここでね、ここで切らないでね。どんどん行きます。マッチング早いんで。まあ、工場の投資方、工場の投資方こうだったのに、前半に3分ぐらいめっちゃ厚めに語ったのに、全然、全然だわ。マジで。今度はね、なんだろう、施設内系を。で、施設あってもいいから、ちょっと回転遅めでお願いしますって感じですね。そう。どうしようかな。これだと、まあ、ガゴセパ結構やりますね。初手は、やば。まあ、でもガゴ2体の方に、最悪、ガゴ2体の方に行ったんで、これやばくない？初手でこれ。普通に。で、こういうところで、こっちに対応しなきゃいけないんじゃないですか。こういう時に4コスで逆線工場でボン投げるんですよね。こうすると、相手は、いや、どっちにエリクサー使おうってなって、なるんで。で、こっちに使ったら、じゃあ俺こっち行きますよ、つって、いうのとかね、シュパって入るんで、結構大ダメージ与えられますね。ここワンチャン、ディガーとか歩きそうだけど、はいはいはい。そう。まあ、形作れてる方、逆サイ工場からの逆サイ、そのまた逆サイに、ゴーストか、または U の3個性追加っていうのがね、割と、なんだろう、ペッカ工場のテンプレの流れですね。で、工場の同サイドに追加しちゃうと、あれなんですよね、その、なんだろう、その工場に対して出してきたガゴとかにまとめてしばかれちゃうんですよね、その、あれが。ゴース、出したゴーストとかガゴが、ガゴじゃない、ユーノがね。いやー、なるほど。うわー、もうこれエレキ出しますよって感じなんですけどね。ワンチャン5ザップで飛ばされるな、これ。ゴースト投げとこう。うん、ですよね。うい！あ、どっちも落ちる、これ。
オッケー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 。これ無視して、これいけそうっすね。あとは墓石にザップ打てば、あ、墓石じゃなかった。俺ちょ、ヘビで見えなかったんだけど今。やばいやばいやばい。最悪最悪最悪。最悪。ちょ、墓石来る墓石来る。墓石出した、さては。オッケー、オッケー、ちょ待って、これさ、マジ解説とかじゃないんだよな、マジでさ、勘弁してほしいんだけど、本当に。ちょ、もう一戦いきます。もう一戦いきます。相手が、初手からさ、バリキリバルーンしてきたんだ、相手が。やばくない、あれ。ちょっとあの、工場の通し方は頼むから俺に語らせてほしい。まあ結構、中盤いい動きができましたね。逆サイに4襟で工場投げて、墓石とかをね、3入りで出させてから逆サイ2の追加。これね、割とテンプレな動きなんで、ね、まあ、割と覚えておいてもらえると、と思います。工場の追加ですね。難しい。俺、あとはね、ペッカの後ろに工場をつけるやつをやりたいんですけど、相手が施設持ちだと、それやっちゃいけなくて、結構一番やっちゃいけないまであるんですけど、インフェぐらいだったらいいんですよね、まだ。そのインフェぐらいだったら、インフェを壊してくれるから、ペッカの後ろに工場をつけてもいいんですけど、墓石とか、あとは、ごぼりだと、その、ペッカを抑えるために、なんだ、ごぼりを出して、その、ついでにね、工場がバーンって壊れちゃうんで、そうなんですよね。なんか、相手からしたら、ちょっとお得、ラッキー、みたいな感じになっちゃうんで、基本的に、その、ペッカとか、いうのを抑えに来た、施設に対して逆戦に出したい。出したいんだけど、やばい。ちょっとさ、早くマッチングしてくんない？マルチ行こうかな、最後。マルチ行きます。ちょっと待ってないんで、俺も。マルチならね、秒でマッチングするんでね。はい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 、来ましたね、という感じで、とりあえず、工場がありますね。でも初手ケツ工場あんまりやらないですね。相手がケツジャイとかケツラバーをしてきたら逆戦にやることは結構あります。まあ、ここはザップでかましていき、お、タルババを使う。珍しいな。で、ケツ、あー。で、ここで、ゴレを挟んでくる人がね、結構多いんで、こういう時は、はいはいはい、工場を出します。で、タルババ切った後なんでね、相手はメガゴで抑えるか、抑えないかのどっちかみたいな感じなんでね。オッケーオッケー。まあ、これエレキの分岐で、いやー、やばい、これゴーストにすればよかったな。さては、よいしょ。あー、ミニペだー、もう出た。俺マヤなんだよ、マジ一番ミニペが嫌いこの世で。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれで頼むから抑えてくんねえかな。全然抑えてくんねえな。まあこれだと相手がメガボ追加したからベビドラぐらいしかないですね。なんでここで、勇気の工場。まあ、あとはダクネか？なんで、ぶっぱしていきたいと思います。あとダクネぐらいだな、多分。うわー、トルネだ。うわー、タルババだ。うわー、今時タルババ。お、やっぱ結構タルババの体力弱いな。オッケーオッケー。ん？タルババの体力？威力だっけか。威力だな。嘘です、今の。で、とりあえずここで、ゴレかミニペイぐらいしか、受けがないと思うんで、ゴーストで、とりあえず一本追っていきます。で、うえい、ミスってるー。で、これ、ダクネにはゴレつけたいはずなんで、こういうところで、10エリになったらもうペッカ出しちゃっていいですね。はい、ドン。で、これで来るんで、で、相手はダックプリ出したから、ダックプリじゃない。なんだっけ。とりあえずエレキ出せばいいか、これ。そう。ダックプリじゃなくて、ベビドラね、ベビドラ。あー、やばーい、やばい、やばい、振り向け。オッケー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 。あ、いい、全然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 いい。全然いい、全然いい。で、これ次も俺のターンですね、という感じで、とりあえずミニペー使って、タルババかな、これは。お？違う。おいー。いいね。で、これで、まだミニペーが回ってないはずなんで、これ、はしまいペッカいっちゃおうかな。はい。でも、これはとりあえず、ダクネにはペッカ合わせちゃっていいっすね。マジで。で、これで、もしゴレを出してこなかったら、ダクネ出し損になるんで、ダクネをね、シュパって自陣でやってから、ゴレのね、後衛、一番強い後衛がダクネなんで、ダクネにはペッカ合わせちゃっていいですね。こうやってベビドラのタゲを取って、影でこのね、ガゴしばき。影でガゴしばきをしていき、はい。はい。で、こういう感じでね、左右散らしてあげれば、こっちに出した防衛がね、できるよーって感じで、これでペッカと工場を通すって感じですね。施設内相手には、ペッカの後ろに工場。これ覚えてください。結構大事です。で、タルババを使ったみたいなんでね、これ延命してあげて、よいしょ。うわー、めんどいめんどいめんどい。オッケーオッケー。オッケー、いいよ。このペッカがね、めちゃくちゃめんどくさいんですよ、相手は。で、ダクネって一発で死なないんで、ダクネ受けぐらいだと思うんで、ダクネに即ザップ。おいしょ！オッケー。
ユーノかゴーストをね追加してあげると濁音をペッカプラス一発で、おお、やべ、マイク落ちた、マイク落ちた、危ない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 、はい、ということでですね、まあこんな感じなんですけど、ゴレア相手にはね、俺がしたかったの、こういう解説がしたかった俺は。そうなんで、工場を結構ペッカの後ろにつけるっていうのが、あの施設なしには増えますね。逆にさっきまで俺その施設ありの相手には一回もやってなかったと思うんで、まあそういう感じで分けていっているって感じですね。でインフェルノタワー相手には、しちゃっていいです。逆に。インフェルノタワー壊せば、基本的にその守りの要がインフェルノタワーなんで、それさえ壊しちゃえばもうペッカがね、通りまくるんでね。てな感じで、今日はやってったんですけどね、ちょっとね、もうちょっとちゃんとね、語りたかったですね。グラチャリが多分ちょっと強すぎたんで、5ぐらいからね、多分やっていけば、もう俺ももっと落ち着いてね、解説できるかなと思うんでね、好評ならね、続けたいなと思うんでね、もしよければ、まあコメントとかでこういうのが欲しいよとかね、言ってくれれば、結構コメントはいつも見てるんで、見てあの、美味しいコメントにはちゃんとハートつけてもらってるんでね、あの、美味しいコメントよろしくお願いします。ということで今日は何で終わります。バイバーイ。